こんにちは、アルマです。パープルプリやっていきます。今回は、構想投資でエース更新できたので、皆さんにサクセスをお届けさせていただきたいと思います。レンちゃん、進む、アーサー、ハッチ、オクタビア、そしてキリル。まあ、このデッキ構成でいきたいと思います。で、今回はセンバルだけですね。で、このサクセスに関しては、鬼滅コラボが始まる前くらいに、すでに撮影終わってたんですけど、鬼滅コラボがサクッと来てしまったので、まあ、その後にっていう形の公開になりました。で、初期値の方はコントロール22なので、まあ、それ以外はまあまあそれなりの値かなっていう感じです。で、結構闘争投手面白いし、まあ、花丸投手ももちろん強いんですけど、このハマり具合によってはね、こっちも面白いなってことで少しずつやってる感じですね。で、いろんなデッキ構成が考えられるとは思うんですけど、現状はやっぱり、まあ、この形か、まあ、ママトを入れたりとか、まあ、その辺がいいんじゃないのかなっていうふうには思ってます。結構多数派の方、まあ、大多数の方が同じようなデッキでやってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、やっぱり重要なのはこのサクセスをやっていて、まあ、アーサーが今回はエクスカリバーの方しか選択できない。まあ、鉄仮面を選択することもできるとは思うんですけど、そのエクスカリバーを通すことが最大値になるので、まあ、それが通るかどうかっていうのが、まあ、非常に重要な点になってるかなっていうふうに思います。で、あとは、オクタビアの方もね、一応、3回目まで通す方、まあ、普通の魂と、あとは荒れ玉を取る方に関しては、そこに関しては不確定なので、まあ、そこは大事にしていかなきゃいけないなっていうところですね。で、どっちも急速依存なので、なるだけできる限り、イベントが来る前に急速は上げておきたいなという感じでございます。で、結構大変なのが、その、全員の投機ですね。ピッチャーの投機ってめちゃくちゃ全員高いので、追いつくまでがかなり大変で、特にセクイチは彼女を奪われると、投手の場合は、ね、野手以上に体力の維持大変なので、まあ、そのあたりは気をつけなきゃいけないなっていうふうに思います。あと、頭の中に入れなきゃいけないのが、かなり筋力しんどいんですね、やってて。まあ、技術と精神、まあ、特に精神に関しては、まあ、かなり余裕ある。精神と変化系ポイントか、に関してはかなり余裕あるんですけど、まあ、筋力が最も足りなくて、まあ、その後に技術が不足しがちかなっていう感じです。で、まあ、それを補うためにも、でかい変化球タックですね。これが、どれくらい拾えるかはかなり大事ですね。今、伸び骨をタダでもらえたんですけど、まあ、これがもらえるかもらえないかでも相当査定は変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、とにかく、その、筋力系のコツがコツ入ってきたときは、欲しいなっていう感じで考えていたりします。で、この高校の特色として、二度折りのキャラの得意練習の変化ですね。キリルと野球マスクに関してはコントロール。あとは、ハッチに関しては、スタミナ練習になると。で、このスタミナ練習に変わるっていうのが、おー、下克上ありがとう。神展開ですね、これは。これが、序盤に起きると、特に進むとかで起きると、まあ、非常に前の方に進みやすくなるんで、投機も上げられるんで、しかも今コントロールで起きたので一気に、コントロールの値も増やしていけましたね。結構この展開が序盤で出ると本当に楽になりますね。で、あとは、ハッチから経験点を吸い出そうとすると、すぐ結構待遇になってしまうので、極力そのあたりは調整しながらっていうのと、今みたいに何にもない時に休息練習をね、多く踏めると筋力も結構溜まっていくので、それも大事かなっていうふうには思います。結構怖いですけどね、攻めるの。特に今は、伸び骨も入って、しかも進むから下克上をしてかなり順調なので、結構ビクビクはしながら踏む感じですね。ただ、10月の4週の入れ替えのところで、まあ、こう、うまく、レンちゃんと、あとは経験点がね、他のキャラにばらければ、そこを回収するだけでも、セクニ以降の展開は良くなるかなっていうふうに思います。今、アーサーに奪われましたけどね。いや、アーサーが、まあ、その、トーキーが低いキャラにね、レンちゃんと経験点をばらしてくれれば、かなりいい流れにはなるかなっていうふうに思ってます。
まあ、ここですね。ただ今回はオクタビアに取られたので、かなりしんどい感じにはなっちゃいますね。まあ、ここの入れ替えが非常に大事かなっていうふうに思ってます。で、今は、その、もらった技術と、あとは精神何度かかき集めて、まあ、コントロールのね、上限突破を狙いたいなっていうところと、あとは、もらって嬉しくないコツを結構先に潰しちゃったりしています。精神系は特にね、必要がないんで、ね。結構バランスが難しいですよね、振るための。あとは今、レンちゃんがもう彼女は亡くなってるんで、そこの体力のね、兼ね合いも難しいことになってるかなという感じのセク1で、ひとまずセク1は終了です。3322点、29点か。かなり順調な感じですね。さあ、ということでセクに行きましょう。転校生に関しては、お、脳みいますね。忍耐で結構強い方なんで助かりますね。あとは、結構難しいですね。まあ、混沌のオーダーとかあんま入れたくないですけど、強いですからね。ただ、安牌なら、ホムラちゃん。でも、ここは攻めますか。ということでね、ちょっとどうなるかわかんないけど、持ってるポイントがやっぱ大きいので、入れられると、まあ、その、吸い出しの時もいいですし、やっぱりコントロール練習、休息練習ってのはかなり強いかなっていうふうに思いますね。まあ、それが、どうなるかっていうところではありますね。結局、この上のキャラクターたちにね、追いつかないことには、まあ、状況は良くならないっていうのと、まあ、オクタビアに持ってかれてるんで、まあ、そこの奪い返しがね、遅くなればなるほど、サクセスがどんどん不利になるので、そこは気をつけてやっていかなきゃな、なんていうふうに思ってたと思います。ただやっぱ攻めないといい選手できないので、まあ、タックの引きとかもありますけど、やっぱり、こう、自分の中でね、こう、うまく、まあ、忍耐も入ったことですし、まあ、うまく、こう、取っていければいいかなっていう感じはありましたね。おお、強いね。やっぱり、その、ハッチとか、転校生が絡んだスタミナタックは、結構積極的にいきたいかなっていうふうに思ってます。スタミナボーナスが多分、4か5で固定になるのかな、かなり強いので、まあ、引っ張れば引っ張るほどいい形になるのかなっていうところと、あとは、オーダーが早速、吸い出されましたね、逆にね。本当に入れると、まあ、逆パターンもあるんでね、どうしてもしょうがない面もありますけど。ここはまずはコントロールの上限を突破して、オクタビアから吸い出そうという感じですね。まあ、綺麗に吸い出せることには吸い出せるんですけど、結局精神を吸い出すってあんまり、まあ、その得策じゃないかもなとは思っていて。砂漠先があんまりないんですよね。まあ、精神を吸い出して筋力吸い出せるんだったら、まあ、それが最もいい形なんですけど、結局筋力を持ってるキャラがあんまりいないんで、そこがかなり難しいところだなぁなんていうふうには思ってます。おお、強いね。ダブルタック。まあ、結局、スタミナ中心に踏むことにはなりますね。で精神系の得のはもうガツガツ取っていいと思います。まあ、取んないと逆に本当にさばききれないんで、どんどんこう、精神ポイントばっかり溜まっていくんで、そこは大事かなっていうふうに思います。あとはやっぱ休息ですよね。結局このサクセスをやっている中で精神を弾きたくてどんどん角に振るんですけど、まあ、そこで吸われていく筋力ポイントもあるので、まあ、その休息を上げきれないとか、まあ、休息を道中でもね上げていかないとアーサーとかオクタビアがどんどん失敗方向に傾いていくんで、まあ、その辺が難しいかなっていうふうに思います。まあその善逸とかがね、休息キャラとして入ってきてくれたんで、まあ休息上限持ちのね、まあ、そこはまた形を考えられるかもしれませんが、まあ現状はやっぱスタミナ変化のキャラが強いかなっていう感じはするんでっていうところでタック強いですね。まあ結局、こういうのを何回引けるかみたいなところもあるので、変化タックの3人以上、は、まあ、積極的に踏んで、まあ、変化ポイントが欲しいというよりは、技術、精神、まあ、特に技術ですね。が、まあ、うまく集められるんで、大事かなっていうふうに思ってます。クイック、伸びくるって感じですね。そして、コツもあんまりいいもんではなかった。ただ、本当がうまくハマって、キリンのポイントがうまく、オーダーの方にばらけましたね。やっぱりピッチャーやってると特に変化ポイントとかがあんな感じでカンスト状態のことが多いので、まあ、さばいてくれるんだったら結構ありがたいかななんていう風にも思ってます。あとは球速を少しずつ上げ始めましたね。そろそろ走ってもおかしくないんでね。
行くところがない、この行くところがないパターンが一番辛いですね、正直。しかも体力が今ほぼ完全にある状態なんで、こういうターンが多くなるとまあちょっと伸びないなっていう感じはしますね。どこ行ったかな、守備とかかな。デート行きそうですね。ただここで3回目だと、そのセク3とかセク4でもデート1回は最低でも踏みたいんで、体力なくなるんで、結構こうギリギリのところかなっていうふうには思ってます。ああ、まあ確かにクロスキャノンは取れるけどって感じかな。ああ、これスタミナ、いやー、まあアーサーでもいいですけどね。変化かな、どこも微妙ですね、正直。アーサーの筋力ポイントやべえな、939。できる限り早く回収したいなっていうふうには思ってると思います。まあここはノーミもいたんで一緒に経験点入れようっていう感じですね。精神ポイント自体は必要ないです。で、アーサーのイベントですが、ここは筋力のシーンで筋力の方に行ってます。体力も上がってますしね。指定変化のタックがやばいと、やばいんですけど、結局、まあ、今これを踏むっていうよりは筋力の吸い出しもありかなっていうところで迷ってる状態ですね。多分筋力を吸い出したように思うんですけど、記憶が間違ってなければ。あ、踏むかな、筋力いった気がするな。筋力いきそうですね。まあ、ここは変化踏んでも良かったかもしんないですね。まあアーサー、まあ今後から見た話になっちゃうんですけど、まあアーサーにポイントが筋力以外そんな溜まってなかったの、オクタビアも同じような状況だったんでっていうところでね、この4人タック、まあスルーしといて良かったなって感じですね。これが来るんであればね。4はさすがにもう問答無用で踏んだ方がいいと思います。しかも全員、持ち込んでるキャラなので、タックの威力全然違うんだよね。1557とか入りましたね。で、キリルは完走してくれました。で、下克上でうまくハッチにポイントが入ったんで、特に陶器がね、ハッチ低いので、こういう感じで入ってくれると、待遇しにくくなるんで、ね、かなりありがたいかなっていう感じです。やっぱり連れてきたイベキャラってタックそんなに強くはないので、普通に元を、からいるイベキャラがね頑張ってくれると助かるなって感じですね。そして全て微妙、練習も吸い出しもかなり微妙な感じですね。ただもう散々デート行ってるんで、ここからは、まあ、デートはちょっと踏めないかなっていう感じですね。ラパーもしてるんで、あ、でもデート行きましたね。まあ、ここは普通に練習しても良かったかなって思いますね。はい、ということで9862点ですね。よしよし、まあまあ順調じゃないですかねっていうところですね。ただ、ここから恐怖のセクサンに入ります。で、神谷カルロスの孤児スタミナは、まあかなり強いです、正直ここで入ってきてくれると。あとは正直微妙なので、誰行こっかなって感じですね。今は保管で影響を受けるキャラクター誰かなっていう確認をしてました。で、まあ、筋力、まあ、急速のキャラで筋力ポイント持ってる石神が一番候補には上がるので、そのまま入れたって感じですね。まあ、なんかもう、タイムするキャラクター入れて、血の入れ替えをしても、おー、強い、やばい。やっぱこういうのが来ると、いい選手できるなっていう感じはしますね、個人的には。てか、これが来ないと、経験点、投手はもう圧倒的に伸び悩むんで、野手に比べてね。なので、まあ、こういうタックが来るかどうかは非常に重要かなというふうに思います。まあ、なので、結構回数こなさないとダメかなっていう感じはしますね。とにかく、ま、変化周り、まあ、技術変化、まあ、特に精神、まあ、いくらでも入ってくるんで、やっぱり球速、まあ、筋力がね、課題になるのかなっていうふうには思います。もうちょっとね、違ったデッキの組み方とかはあるかもしんないんで、ちょっと追い求めていきたいなぁなんていうふうには思ってますね。それこそ、オクタビアのところに沢村入れるとかもありかもしれないですね。ちょっと沢村の選手能力自体がめちゃくちゃ高いんで、
あんまり積極的に入れたいって感じではないんですけど、やっぱり沢村だと筋力の入りも違うと思うね。そして伸び骨をゲットしておきます。からのレンちゃんの体力回復ありがとう。で、ここで、海岸になったので、まあ、結構経験点的には順調だし、あとはエクスカリバーさえ成功してくれてオクタビア通せればっていう感じになってきてますね。ここはハッチ行くかな。うん。まあ、吸い出しがね、このサクセスは正直めちゃくちゃ微妙だったんですよね。転校生自体も、まあ、最高かっていう感じではなかったです。まあ、セクニセクさんは、まあ一人ずつね、それなりの選手が引けたんでよかったんですけど、まあその両方ともいい転校生だったかって言われるとそうではないので、まだまだ伸びしろはあるんじゃないかなっていうところで開眼してますね。で、ここはもう先手必殺で、まだもらってない金徳が多すぎるっていうのと、取れない金徳出ると走者釘付けみたいなね。まあ本当に動けなくなるんで、まあクイックが多分子供サクセスはレベル5でもらえてるのでっていうところで、今多分さらっとオクタビア、走って失敗した多分失敗したような気がしますね。なんで、金徳に関してはオクタビアかけてますね。このサクセスに関しては。それでもエース更新まで行ったので、まあ、本当に、こう、ハマればすごい強いなっていう感じはしますね。もちろんその、花丸みたいにプラス点で、そのね、技術、精神、あとは、変化がすべて999みたいなタックは、まあ、起きないんですけど、ただ、まあ、吸い出し点でね、一回踏めれば、その次、同じようなものが吸い出せるんで、まあ、それで十分かなっていう感じはしますね。てか、十分すぎるぐらいですね。うん、野球マスク持ってますね。やっぱりこういうのが入ってこないと、筋力は圧倒的に足らないですね、ずーっと。うん、ここ正直肉でもいいけどね。レンちゃんのデートをしすぎなんでね。このサクセスは多分レンちゃんのデートを何回やったかだってぐらいしてるんで、正直まだまだ伸びしろはあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。朝行きそうですね。ね、今朝行きそうなんですけど、正直、その技術とかは後回しでいいかなっていうふうにも思ってますね。今回はまだ、球速自体が160キロで技術系の得のあんま取れてないんで、いきそうな感じしますけど、まあ、技術に関してはジャストフィット。勝利の欲しいですね。技術に関しては取るっていうよりは、正直角振るために、その変化球ポイント、筋力ポイント、あとは精神ですね。うまく入れてる方がサクセス自体は、まあうまくいくなっていうのは、まあその後結構感じたところですね。ていうか、このアーサー、パーフェクトアーサーになってますね。999で全部並んでますね。筋力、技術、精神。そして変化球ポイント。やばいことなってるね。パーフェクトアーサー笑うわ。うん、オクタビア走りまして失敗しましたね。まあ、しょうがない、これは。正直、160キロだったんで、成功はして欲しかったんですけど、まあ、やる気自体がそんなになかったんで、しょうがないかなっていう感じですね。で、レンちゃんのラストデート行きますと。いうところで、進化の縛り OK で体力も戻りました。で、ここで、やる気も戻りましたね。ようやく形になりそうな感じですね。進化の縛り。よしよしと。で、練習の方が、まあまあ強いですけどね。ただ、まあ今、アーサーにね、ポイントが、ほぼほぼフルで溜まっているので、正直、吸い出しでいいかなって感じです。ハッチの方も、ほぼパーフェクトで溜まってるみたいですね。早めに吸い出してあげたい。で、まあ変化点ばっかり吸い出していると、正直、査定自体はそんなに伸びないかなっていうふうに思っていて、ほぼほぼ、点は移動しなかった。技術変化精神全部溜まってますね。変化のでかいのを取るとどうしてもああいう形になっちゃうんでしょうがないんですけど、ここはアーサー吸い出したいですね。球速から振ると結構しんどい思いはしがちなので、まあ、この辺からもう角は振らないといけないかなっていうふうに思ってます。ただ角ばっかり振ってるとやっぱり
その筋力がどれくらい足りなくなるかって分かんなくなるんで、その辺のバランスは結構重要かななんていうふうに思ってます。サボり癖、サボり癖だ、怖っ。技術、まあここはオクタビアでもいいかもしれないけどね。ただオクタビアにはポイントがそんなに溜まってないですね、筋力自体は。ただもう多分ポイントがキリルたちは死ぬほど溜まっているので、あのモブが900点台の技術と筋力も、技術とあとは変化点持ってるぐらいなんで、ここはもうオクタ吸い出すしかないっていう感じでしたね。技術もらっておきましょう。おお、石神のタック。いやー、どうしてもアーサーになっちゃうんですよね、ここ。あんまりいい形ではないが。うん、変化いきましたね、ひとまず。はい。めっちゃ吸い出すやん、変化ポイント。まあ、その3球種マックスぐらいで十分かなっていうふうに思っていて、4球種目はね、どうしても偏るとこんな感じにはなっちゃいますけど、強っ。あー、ハッチ吸い出したいな。ハッチめちゃくちゃ筋力持ってますね。あ、ここはでもキリルに行きました。バランスを取りましたね。おーおい、この15めっちゃ大事。石神は1ポイント差で奪われたんで、これはもうどうしようもなかったっす。脳みポイントがない。ハッチだな、さすがに。行くとこなさすぎ問題ですね。よし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 。よし、なんとかですね。はい、ということで2万点ここで出てるんで、かなり順調だと思います。ここからね、ポイントも溜まりまくってるんで。で、転校生に関しては、葵ちゃんの精霊がかなり良かったですね。で、それ以外のキャラクターに関しては、正直、外れではないけど、当たりでもないって感じかな。筋力ポイントを持ったキャラが多く入ってきてくれるのは、それだけでありがたいっていう側面はあると思います。まあ、とにかく筋力の吸い出しないとしょうがないっていう感じなんでね。で、まあ、女子キャラに関しては、今回加入してるキャラが、まあ、自前のキャラしかいないので、正直ここは、葵ちゃんじゃなくてもいいかなっていう感じはしますね。まあ補完と新鋭にはなっちゃいますけど、まあ沖野と水月を選ぶとかも普通にありかなってところと、今は東雲でちょっと迷ってますけど、東雲に関しては急速練習がね、一応ついているキャラクターではあるので、まあバランス的にはいいかなっていう感じの迷いをしていると思います。ただ、どうすんだろうね。最終的に東雲外すと思うけどな。入れんのかな？ちょっとわからんね。まあ、水月と沖野か、まあ、葵ちゃん。この3キャラの中でいいと思うけどな。結構迷ってますね。まあ、やっぱり、その筋力キャラの2人にしましたね。筋力キャラって言い方もどうかと思うけど。そして、体力がありません。まあ、ラブパワーをうまく使えなかった、デートのタイミングがあまり良くなかった場合はこういう形になるので、まあ、これは結構その、このサクセスでうまくハマった後に、まあ、気をつけなきゃいけないななんていうふうには思いました。まあ、その、うまくね、こう、サクセスがハマったっていうのも、まあ、これが結構初めてだったので、そのあたりは配慮が足りなかったなぁなんていうふうには思ってますね。持ってるポイントが、いや、異次元みたいになってるんで、もうこれもあんま良くなかったですよね。吸い出しがまあうまくできてないってことなんでね。ただやっぱりその、入ってきた技術とか変化、精神に対して裁くための筋力が圧倒的に足らないですね。まあ、このあたりは、やっぱりデッキのバランスとかも今後考えた方がいいかななんていうふうにはちょっと思っていたりはします。まあ、結構外せないキャラが多いので、それをね、新キャラに期待するのか、なんか新たなね、こうキャラクター、まあ、詰められるようなキャラをちょっと手持ちから探すのか、まだ、こう、開拓はできてない状態なんですけど、やっぱり、その、進む枠がね、かなり特殊枠というか、まあ、外したいけど外せないみたいな感じになってるんで、そこを埋めてくれるようなキャラ
やっぱりその現状でのオンリーワンになってるイベント感想っていうところの固有を持ってて何かっていうキャラが来るとやりやすいのかななんていうふうには思ってます。今ちょっとハッチ勝ったかもしれないですね、キリルに。うん。吸い出しもかなり微妙な感じなので動けない状態になってきてますね。結局ここの吸い出しのバランスが悪いと、まあ、こんな感じになったりして変化の300点程度をね踏まなきゃいけないとかになるんで、このあたりは難しさありますね。そのボブ1ターン前に来てくれって感じ。うん、モブに行きそうですね。うん、行きました。吸い出せるものはたくさんあるんですけど、吸い出すための体力とか、まあ、その辺の諸々が良くなかったかな。あとは、まあ、精神をもうちょっと踏んでも良かったかな、なんていう風には、個人的にはちょっと思っていたりします。で、エクスカリバーのターンになりました。ズババーンということで、このエクスカリバーが決まるまでに多分10人ぐらいは葬られてるんで、まあ、やっぱなかなかこれの成功を祈って、成功させて、通してからサクセスまではめるっていうのは、まあ、かなり難しいなーっていうふうには思ってますね。まあ、オクタビアの方は、最近でこそ成功率ちょっとどうかなっていう感じになってきたんですけど、まあ、花丸時代はほぼ、まあ、ほぼ成功してたようには思うので、そんなに成功率自体は悪くないんじゃないかなっていうふうに思ってます。ここスタミナ踏みに行きましたね、あえて。まだ、多分スタミナが上がりきってなかったんで、まあ、1回ぐらいダブルタックだったらいいかなっていう感じの踏み方だったと思います。そして、いけないっていう。なかなか難しいですよね、この辺が。まあ、こういう形にならないためにも、筋力残しながら、角を振っていくスタイルを取るべきだと思うんですけど、まあ、なかなかそれも難しいっていうところですね。ハッチ踏むかもしれないですね、普通に。ラブパワーの体力回復狙いと、あとはスタミナ自家上げですね。もうここでスタミナは終わらしちゃいましょうっていう感じの動きだったと思います。強いけど必要ない。うん、ここは、問答無用でハッチですね。もう明らかにここが筋力必要なんで。で、誰も、待遇することなく、綺麗に吸い出しができましたね。まあ、ここからが難しいんですけど。やっぱり精神と変化ポイントはいつでもいくらでも入れられるんで、まあ、筋力をどれくらいさばいていけるかっていう感じになってると思います。青徳が終わってれば、スタミナでいいと思います。うん、スタミナいきそうですね。青徳が終わってない場合はコントロールとかを検討してもいいし、まあ、今のポイントバランスだったら精神でも良かったかもしれないですね。誰かいればの話ですけど、結構やっぱ僕は精神踏まないでこう進んでる回が多かったんで、このサクセスに関しては精神の踏み方に関しては結構反省しなきゃいけないなとは思ってますね。まあ、こことかですよね。まあ、アーサーの精神で全然いいんですよね、ここは。精神いくかな？ああ、スタミナいってますね。ここは精神の方が正直良かったですね。うん、大だ。ポイント持ってない。行くところないので、ここは進むですかね。進むを踏んで、レンちゃんの回復に付き合いたいっていう感じですね。うん、バランスを見てますね。進む行かへんかな。うん、行っといた方がいいと思いますけどね、ここは。まだ、脱三振とか対左終わってないんで、技術系が。それは、取った方がいいんじゃないかなって感じはしますけど。ただ、ここ一回踏んだらもう技術は、全くと言っていいほどいらないかなって感じになりそうですね。
迷ってますね。やっぱり後から見るとこうした方が良かったな、した方が良かったなっていうのすごい見えてきますね。なんか僕自身も勉強になるというか。残り149、多分漏れることはもうないと思いますけどね、こんだけ振っとけば。785、うん、まだ三振はいくでしょうね、さすがにこの状況だったら。はい、ということで進むから圧倒的に吸い出しました。うん、ムービングを今取ろうとしましたけど、正直スロボとかでもいいかもしれないですね、ここはバランス見ながら。はい、勝てました。ということで次行きましょう。で、7月の4週はさすがに動けないんで、レンちゃんで体力を回復しに行く感じですね。そして技術系は取るものがほぼほぼ全てなくなりました。うん、とにかくやっぱ筋力の方が必要そうになってきてますね。これ遊園地行ったんですけど、多分これ元のデートでの回復量に応じてこうアップダウンが決まるんで、どれくらいこう専属マネージャー効果で入るっていうのはね、これを僕は結構失念していて、まあ5回以上デートすることってなかったんで、なんでまあデートしすぎっていうところもありますし、なんかここはしっかりと全回復を狙っていくべきだったな、次の反省だなっていう感じでしたね。ここはスタミナ行きたいね。うん、変化点も入れないとうまくさばけないんでね。からのサクッと選んでいきます、ね、バランス的に技術精神が余るのはもう目に見えているので、とにかく次で筋力入れられるかどうかっていうのはずっとドキドキしてる感じですね。はい、勝てました。次行きましょう。からので、しっかりとねアーサーがここは来てくれたんで、このおかげでねこのサクセスは形になりそうだなっていうところでした。これなかったら本当にもう無理でしたね。普通にここまでやって待遇レベルでしたね。うん、ポイントも綺麗に、まあ、敏捷系含め触れてるので、まあ、クイックはねレベル5まで行ってたんで取りたかったですけど、まあまあしゃーなしって感じですね。はい、ということで、で個人1回戦でもなかったんですけど、まあ鬼滅前のこのサクセスで作ったキャラなので、あそこは何もないっていう感じですね。はい、行きましょう。はい、勝てました。ということで、次行きましょう。ラスト一旦。まあスタミナか変化ですけどね。まあ今無理する必要もないですけどね、正直。うん、今無理してポイントとポイント持ってかれたらそれこそアウトなんて。ただここは攻めそうですね。今攻めて精神の方に行きそうですけど、ここは結構変化でも良かったかなって思ってます。まあ、怪我率の関係もあったんですけど、結局そのこのバランスだったら角より集客の方にね満振りした方が、まあバランスは良かったのかななんていう風に思ってます。もうおかげさまで振るとこないんでね、変化球ポイントないと。この二人のバランスですよね。また勉強していかなきゃいけないなってとこですね。うん、このバランスですからね。難しい。変化点89も取られるんですよね、あそこまで格上げてると。緩急とかも取れてないんで、まあ、そういうところは今一度見直しかなというとこです。うん、まだまだ、まあ、結構その、金徳の失敗とか、
ポイントの取り方とか、まあこうデートのしすぎとか、いろんなところはあるんですけど、やっぱりこういう、なんでしょう、まだまだ上がありそうだなっていうサクセスに関しては、やってて結構僕はワクワクするかなっていう感じですね。いきましょう。ということで、勝てました。で、最終戦も、なんとかね、こう、滞りなくいけたんで、まあ、これは、そこそこの選手できたかなっていうところで、このあたりで、まあ、それなりの手応えはあったかなっていう感じでした。結構ね、もうちょっと、バチッとはめたかったんですけど、まあまあ、これだけいけば十分かなっていう感じです。ということで、すべて振って戻ってまいりました。最終的にはこんな感じですね。はい。オクタビア家系ですが、他はまあまあでしょう。ということで、PF7 の真ん中ぐらいまではできました。オクタの感想と、あとはやっぱり経験点ですね。吸い出しがもうちょっとうまくいけば、普通に、もう少しいい選手はできたかなって感じでしたけど、まあエースしっかり更新できたんで、よかったかなっていうところです。はい。というところでね。まあ、結構いい作数だったと思いますし、なんかこう皆さんの反面教師にもしていただけそうなところがたくさんあったと思うので、まあ、そのあたりを参考にしていただきながら、闘争の闘志に普通に強いので、まあ、やってみていただけたらいいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。